こんにちは、ムキョウでございます。今回はグランドセイコーおすすめ10選やっていきたいと思います。大量に見てきてマジでいいなと思うモデル、こちらランキング形式で紹介していきたいと思います。行ってみましょう。はい、ということでですね、グランドセイコーですね、私も、白樺とかね、持ってるんですけれども、まあ、最近ね結構出たモデルは私もこう見ておりまして、もうねやっぱねいっぱいあってねわからないという方のためにですね、私が独断と偏見で選んだ10選をランキング形式でやっていきたいなと思います。まあこれはですね、もう私がただね思ってるだけのところになりますんで、皆さんも他のおすすめモデルとあれば教えてください。日本の誇りグランドセイコーおすすめやっていきましょう。ムキョウメンバーシップ募集中。まずは10位でございますね、こちら SLGH013 を入れさせていただきます。見てください、この文字盤、これめちゃめちゃ綺麗ですよね。これね、これ実物でね、あの動画も上げてるんですけれども、結構これの人気も高くてですね、再生数も結構ね、見ていただいてるというところです。これ実物見た時にマジでなんか透明感とかね、その辺があってめっちゃいいなと思いました。ケースもね 44GS ケースっていうのでキラキラしてますからね。単体で見たい方はぜひねカード見ていただきたいんですけれども、ちょっとねホームページでは分かりづらい、このグランドセイコーのこの本当にたまらない良さっていうのがこれありますんでね、現在ねお値段126万5千円というふうになっております。まあ、特徴的なのはね、これ 44GS ケース、もうキラキラですから、鏡ですからね。で岩手さんからこれね着想を得てるっていうモデルでございます。ムーブメントもね、白樺、大人気白樺と一緒の QS 英語が載っております。80時間パワーリザーブ、10気圧防水とかねなってますから、こちらのモデル10位に入れさせていただきました。続きまして9位はこちら、グランドセイコー花いかだでございます。見てください皆さん、これねいいんですよ。まあピンク色ですね、こちらねこう桜が散ってこう川の上にねこのようになる、この花いかだという現象をね文字盤に落とし込んだというモデルなんですけれども、これ綺麗ですよね。まあ何度も言いますけれどもね、ホームページではわからないこの手に取った時の凄さっていうのも、私これ美しさっていうのもこれ見てますからね。これ意外とねピンクなんで男性つけづらいんじゃないかなっていうとこなんですけれども、視聴者さんでもね俺でもつけれるよっていうところでね言っていただいてね、おじさまでもこれつけれますからね。はい、そう、全然ねピンクというこの悪目立ちしないねモデルになるんですけれども、こちらをね9位に入れさせていただきました。非常に綺麗ですね、この文字盤のね凹凸感とかであったりね、色の感じ非常にいいですね。 GS が金色であるところもねいいですよね。お値段90万2000円となっております。グランドセイコーもね最近結構値段ね上がっていってますからね、世界的にも人気高まってきておりますので、まあそっち基準に合わせていくならやはりねどんどん上がっていきそうなんでね、こちらね早めに買われる方は買った方がいいかなと思います。こちらのモデルはスプリングドライブですね、機械式時計にしてクォーツの正確性という感じになっております。グランドセイコー独自の開発機構、ただねこれのちょっとね修理期間が何十年もできないんじゃないかっていう問題はねこれありますけれども、まあそのようなね機構がついているということですね。外装チタンモデルです、めっちゃ軽いですね。こちらの花いかだモデル9位に入れさせていただきました。続きまして8位、こちら、はい、こちらですね、110周年記念の限定モデルなんですよね。ちなみに現在はもう販売はされてません。全世界で500本数量限定のこちらのモデルなんですけれども、まあ平行店とかでね探せばあるんじゃないかなというところで、これ入れさせていただきました。これ綺麗ですよね、本当に日本の伝統の技とこの黒に金というね豪華絢爛なこのモデル、これねめちゃめちゃかっこいいと思うんですよ。で話題になったのがね大谷翔平選手ですよね、つけられてるんですよこれを。はい、めちゃめちゃ似合うんですよね、めっちゃかっこいい。まあそこからぐっと人気が高まったのはあると思うんですけれども、まあ現在ね残念ながらもう販売は終了してるんですけれども、
販売されてた時の価格は181万5000円ということですね。全世界で500本限定で出てたということです。黒でね、かっこいいですよね。これ初代グランドセイコーの復刻デザインを美しい黒漆と蒔絵で表現ですかね。このようになっております。いいですよね。黒に金がめっちゃ生えてます。これもね、ブリリアントハードチタン製ということでかなり軽いでしょうね。裏蓋もシースルーバッグとなっておりまして、黒のベルトがめちゃめちゃかっこいい。現在は廃盤になっておりますけれども非常にかっこよくてね、私も二次流通店とかで見つけたら手に取ってみたい一本ですね。こちら8位に入れさせていただきました。続きまして、このチャンネルは平成元年生まれ無許可ゼロからロレックスマラソンを極めしロレマラキングになるチャンネル、夢の GMT を正規購入し、次はデイトナー SS。 はい、こちらでございます。 SBGM22163万8000円ということで、まあ、こちらに関しても大谷翔平さん関係なんですよね。ただこのモデルをつけていたかはちょっと定かではないんですけれども、まあ系統的にはこの感じなんですよね。このちょっとアイボリー系の文字盤に茶色のラバーベルト、これも渋いですよね。グランドセイコーのいいところがめちゃくちゃ出てるなと思うんですよ。まあ、私はね、やっぱりこうグランドセイコーに求めるのはね、このシンプルさ、洗練されたシンプルさなんですよね。他のスポーツモデルもあるんですけれども、ちょっと僕はこっち系にね、ちょっと惹かれてしまうなというのがあります。まあ、人それぞれね、そっちのスポーツ系もいいという方もおられると思うんですけれども、今回のランキングはどちらかというとシンプル系でね、選んでおりますね。見てください。これ、いいですね。まあ、やはりね、大谷さんからグッと入ったのはあるんですけれども、このね、文字盤がね、なんか渋いんですよね。なかなかこう、パッてこう、選ばないモデルじゃないですか、これは。渋すぎてドレスウォッチですしね。そこがまたいいですよね。渋いということで。はい、見てください。これね、かっこいいですよね。こんなんさらっとつけときたいですよね。センスの塊と私は思ってしまうんですけれども、皆様はいかがでしょうか。いいですね。はい、こんな感じで洗練されております。 GMT 機能がついておりますので、まあ旅にも使えますよね。まあ大谷さんもぴったしじゃないでしょうかね。世界中飛び回る方、これね、ほんと便利ですからね。GMT 機能を国内だけでしか使わないと何もね、効果があんまり感じられないと思うんですけど、これ世界でね、旅行した時とか使ってみてください。とんでもないですから。私めちゃくちゃ使いやすくて、ロレックスのね、 GMT マスター2でね、使いましたけど、世界中飛び回られる方、そして海外とお仕事される方はこの時計マジでいいんじゃないですか。めっちゃかっこいいな。本当に欲しくなってきましたね。素晴らしいね。秒針も先端が少し曲がっていてね、視認性が高まっております。いいですね。青焼きの針、素晴らしい、かっこいいです。こちらがムーブメント QS66、メカニカル自動巻きですね。最大巻き上げ72時間3日持続となっておりますね。日常防水がついております。ぜひ皆さんも、注目してみてください。続きまして第6位、こちら、はい、出ましたね、エボリューション9コレクション手巻きメカニカルハイビート SLGW003、 こちら手巻き白樺でございます。こちらね、2024年8月発売ですね。2024年のウォッチーズ&ワンダーズでこちらね、発表されております。今まであった白樺の手巻きバージョンとなっております。ムーブメントからね、これ一新しまして、めちゃめちゃ洗練されてる感じが本当にいいですよね。ドレスウォッチで、しかも薄くて軽いんですよ。これはシンプルさ、シンプルっていうのは本当に逆に難しいと聞きますからね。そしてまたね、ここが手巻きっていうのがね、いいんですよね。自動で巻かれない、手がかかる時計、それがまたいいですよね。こちらもね、チタンを使っておりますので、めちゃめちゃ軽いです。そして岩手の自然の白樺の樹皮を文字盤で表現しております。ムーブメント QSA4 手巻きの機械式ですね。外装はブリリアントハードチタンとサファイアガラス。ケースサイズもね、これめちゃめちゃ薄くなってるんですよね。厚さ 9.95 ということで、もうシンプルの極みです。はい、でこのシースルーバッグもめっちゃ綺麗ですよね。まあ、単体の動画もね、上げておりますので、ぜひね、見ていただきたいんですけれども、ちょっと豆知識として、これ新しくね、 QSA5 を改良して作ったこのムーブメントなんですけれどもね、ですね、鳥がいるんですよ。はい、いました。これです。鳥、はい、鳥いました。鳥がいますね。
こちらね、鳥がおります。岩手の自然と関わりの深いセキレイという鳥をね、この QSA4 のムーブメントで表現していると。またこういうね、細かいところも非常にね、いいですよね。これは私も手に取りましたけど、非常におすすめの一本です。値段も145万2000円となって、結構いい感じの値段になってきましたね。ご購入されたい方は発売したらすぐ狙われるのをおすすめします。グランドセイコー手巻き白樺、6位に入れさせていただきました。続きまして5位、こちらミナモモデルでございます。はい、こちらね、ミナモです。夜明け前のそよ風に揺らぐ諏訪湖の表面から着想を得たスプリングドライブ5 days 搭載モデルとなってるんですけれども、このミナモっていうのは、私がグランドセイコーに興味を持ち始めた2020年とか2021年頃に、これ限定モデルでバンと出てきたんですけれども、もうそれも人気すぎて、もう一瞬で売り切れたんですよね。私はこれをですね、後輩のために買ったというねのがありますんで、そちらの動画カード出しておきますんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、そこからね、しばらくこの大人気ミナモっていうモデルはなかなかね、こう出てこなかったんですけれども、最近ね、また出てきました。やはり人気モデルということで、限定ではなく、レギュラーモデルとしてこう出てきましたね。 SLGA021 121万円というふうになっております。これもやっぱいいですよね。文字盤が水面、水面をね、表現しててね、これがいいんですよ、やっぱり。なんか文字盤に吸い込まれるようなね、ずっと太陽光の下で見ていれられるようなね、見ていられるようなね、そのようなデザインとなっております。見とれますね。こちらね、ステンレススチールケース。ムーブメントが QRA2 ということで、スプリングドライブですね。こちらも超絶正確な時計となっております。運針もスイープ運針ということで、機械式時計にはないね、この動きがあります。はい、このようにね、スーッと動いていきます。これもいいですよね。スーッとね、はい、素晴らしい。あ、やっぱキラキラしてますね。このミナモはね、非常にいいですよね。グランドセイコーの良さを感じる一本だと思います。こちら5位に入れさせていただきました。レイクスワモデル。スイスでもがっつり売られておりましたからね。本当に最高なモデルです。続きまして第4位。オケオキ、ムケオルント、メルカリ販売中、概要欄から。こちら SBGH299 銀座グリッドモデルでございます。はい、こちらね、もう販売終了しておりますね。これ一時期めっちゃ話題になったんだよな。77万円安いな、これ。もうちょっと前のモデルですからね。銀座のこの街並みを上から見た、道路みたいなのをこのね、文字盤で表現してるんですよ。これもまた面白いのと、このね、青が非常に綺麗ですよね。もうこれね、爆裂人気ですぐ売り切れましたね。で、私ね、これが売り切れてから数ヶ月か数年後にね、平行店で見ることになるんですけど、めっちゃ良かったな、これ。超可愛かったですね、これはね。まあ、後々ね、いろいろこの銀座グリッドの流れで、銀座モデルって何個か出てるんですけれども、やっぱりね、私はこれがいいなって思うんですよね。まだね、平行店にはあると思います。もしかするとちょっとね、プレ値がついて、この販売価格より高く売ってる可能性の方が高いですね。そのぐらい人気だったモデルでございます。これはやっぱ見るたびね、なんか気持ちが明るくなるような文字盤でございますね。このターコイズブルーのような文字盤っていうのは、時計界にね、一時期ブームでいっぱい出てきたんですけれども、そんな中でもね、これはね、非常におすすめの一本ですね。ムーブメント QS85 メカニカル自動巻きですね。最大巻きは55時間ですね。ちょっと短めにはなっております。10気圧防水となっておりますね。これね、銀座エリアのみでね、取り扱いになったモデルということで、希少性も結構高いモデルでございます。裏付けとかもね、非常にいいので、ぜひね、こちら皆さん、正規の販売は終了しておりますが、二次流通で探してみるのはおすすめですね。さあ、続きまして堂々のムケムケランキング第3位、こちら雪白モデルのクォーツモデルでございます。これもね、非常にいい、非常に良かった。はい、クォーツモデルですね。またこの自動巻き、そしてスプリングドライブとはまた別のクォーツというね、駆動方式になりますけれども、シンプルで正確ですし、しかもね、やっぱクォーツであることによって値段も抑えられてるんですよね。
で、もともとこの雪白っていう文字盤に関してはね、もうめちゃめちゃ人気で、結構アメリカ人とかもこの文字盤をね、スノーフレークって言ってめっちゃ探してるのをね、見たんすよね、沖縄で。あ、このホームページのこの映像めちゃめちゃいいですね。見てください、この雪を表現したこの文字盤ね、これもめちゃめちゃ綺麗ですし、まあ、洗練されてる、グランドセイコーの良さめっちゃ出てるんで、これ3位に入れさせていただきました。青焼きの針もめっちゃいいですね。ね、お値段も、51万7千円ということで抑えられております。しかもこれチタンですからね、外装ブライトチタンですね。ムーブメントは QF62 という、電池式クォーツですね。捻挫でプラスマイナス10秒ですから、めちゃめちゃ正確です。いや、これはね、ほんとシンプルで良かったですね。グランドセイコーショップにね、置いてあると思いますので、ぜひ皆さんも見てください。ほんと軽いし、狂わないし、もうほんと実用的に、もうスーツとかにもバンとつけれますし、嫌味もゼロですしね、もう最高すぎますね、これね。この雪白のクォーツ結構出た時も話題で、動画もね、結構見ていただいております。カード出しておきますので、ぜひね、見ていただきたいんですけれども、こちら堂々の第3位に入れさせていただきました。そして第2位、こちらグランドセイコー SBGA469 でございます。こちら勝色と言われるやつですね。これね、結構ね、おすすめしてる人少ないと思うんですけどね、多分あんま知られてないモデルだと思うんですよ。これめっちゃ良くないですか、この色。うん、これ遠くで見たらほぼ黒ですからね。これはね、売ってあるところがね、もうめちゃめちゃ少なくて、普通の正規店さんとかにもまず並びませんね、これね。ブティックオンラインと、あ、ブティック、グランドセイコーブティックオンライン専用モデル、これと、あとね、銀座で私グランドセイコーのブティックで見ることはできたんですよ。これ言ったら確か裏から出てきたのかな、なんかそのぐらいね、あまりこう大々的にこうガッて出してないモデルなんですよね。ただこれめっちゃいいと思うんだよな、この勝色と呼ばれる、勝色とか勝色と呼ばれるこの濃いね、グランドセイコーカラーみたいな色、そしてこの立体的な文字盤ね、これね、めっちゃ人と被りづらいですし、かなりいいと思うんですけれども、駆動方式はスプリングドライブですね。だからめちゃめちゃ正確です。機械式にして、クォーツの正確性ですから、運針もスイープ運針となりますね。文字盤に、パワーリザーブインジケーターがこのようについておりますけれども、いやー、これ僕ね、めっちゃいいと思うんだよな。あんまりこうゴリゴリ押してる感じもないので、まあ、かぶりづらいですしね。勝色モデルです。お値段も安い、ってかめっちゃ安い方ですよね。68万2千円っていうところで、ちょっとこれつけてる人いたら、私ね、ちょっとね、話しかけたいぐらいね、渋いなって思っちゃいますね。外装はステンレススチールですね、サファイアガラスと、ムーブメントは QR65 のスプリングドライブです。最大巻き上げ72時間で3日間持ちますね。平均月差プラマイ15秒、はい、超絶正確でございます。いやー、これはね、マジでね、2位に入れるほど、うん、結構ね、グランドセイコー何かおすすめありますかって言われるとき、まあ、ちょっとこれ言っちゃったりするんですよね、僕ね。めっちゃいいと思います。はい、ぜひこれね、参考にしてみてください。勝色、2位に入れさせていただきました。そして堂々の第1位、インクージェンね、これはもういいでしょ、やっぱりグランドセイコー白樺の自動巻きモデル、 QS 英語モデルでございます。まあ、これはね、やっぱ人気ですし、私も持ってますしね、これいいよ、やっぱ、これ最高です。はい、もう超絶使いやすいし、もうこれもうグランドセイコー感めっちゃ出てますし、これはいいですね。私が買った時ね、100万ちょっととかだったんでね、あれ100万切ってたかな、いや100万ちょっととかだったんで、現在ね、値段も121万とかになっております。スイスのもう時計のど真ん中みたいなところでも、こうグランドセイコーバンって売ってあるんですよね、ブヘラでもね。そこでもやっぱこの白樺っていうのは輝いておりましたし、そこで170万とかで売ってありましたからね。そう考えると、まだ121万で買えるこの日本の白樺っていうのはマジでおすすめですよ。うん、一生に一本これ持っておけばいいんじゃないかなっていうね、そのぐらいのレベルの時計です。まあ、めちゃめちゃ満足度も高いですね。これはね、
本当に大人気で海外でも注目されておりますね。日本有数の白樺群生地、ヒラニア高原の白樺をこの文字盤でイメージしているという感じになっておりますね。ムーブメントは機械式、自動巻きの QS 英語でございます。まあ、自動巻き、最大巻きが80時間、ステンレスケースですね。そしてこのね、文字盤もね、引き込まれるようなこのね、片打ちダイヤル、非常にいいんですよね。もうほんともう使いやすい、もうその一言につきますね。これはね、裏のムーブメントも綺麗なんですよね。これね、結構ここ見ておってね、初め声出ましたもんね。私が買った時はもうほんと人気すぎて、日本の本土ではね、全く売ってなかったんですよ。そんな中で、当時ね、沖縄で聞いたところ、こう出てきましたね、これがね、裏から。衝撃的でしたね。そして文字盤がめっちゃ白いのかと思いきや、結構銀色がかってる感じもね、なんかうわ、すごくいいなと思って買ったのを覚えております。まあこれはね、堂々の第1位にふさわしいグランドセイコーじゃないかなというふうに思いますね。ぜひ皆さん、参考にしてみてくださいね。はい、ということで、独断と偏見で、私がランキングつけてみました。他にもね、めちゃめちゃいいのいっぱいあるんですけれども、ちょっと私がいろいろ見てきた中で、こうグッと刺さってるのが今紹介したモデルでございます。まあ、このね、スポーツコレクションもね、めちゃめちゃいいと思いますから、ぜひ皆さんもね、ゴツめがいい方はね、この辺ね、見てもらってもいいのかなというふうに思いますね。最近ね、グランドセイコー本当に世界進出しておりまして、アメリカとかでもめちゃめちゃ人気ですし、ヨーロッパにもね、ブティックめっちゃ作ったりしてます。日本でもガンガンね、店舗が出ておりますし、グランドセイコー、セイコーの評価、株価としても結構高いですしね、世界的地位がね、どんどん高まっております。あのスイスでも、他の国の時計なんてそんな多くない中で、日本のグランドセイコーがバシッと置いてありますんでね、本当にすごいなと思いましたね。今後のグランドセイコーの新たなモデルたちに期待したいと思います。本日はグランドセイコー、ムケオが独断と偏見で選ぶおすすめランキングトップ10やってきました。ぜひ皆さんもご購入の参考にしてみてください。本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。またこのような動画いっぱい上げていきますので、ぜひチャンネル登録、そしていいねよろしくお願いします。また別動画で会いましょう。ムケムケ OK。ではまた。どうも皆さん、こんにちは、ムケオでございます。今私はスイスジュネーブジェドーの下でメンバーシップ動画、こちらの、説明をしていきたいと思います。まずはコースは3つでございます。90円コース、こちらスタンプ使い放題、メンバー様が増えればスタンプもこれね、増えていきますからね。また有料情報とあれば、まあ、不定期にはなりますけれども、有料情報としてテキストの方で、皆さんにお伝えしていきたいなというのがこの90円コースです。90円でね、200万円300万円以上の効果を、出したいと思っております。90円コース募金感覚でよろしくお願いします。続きまして限定動画コース390円、過去に撮影したメンバー動画、ムケオの日常やドレックスの動画見放題、過去のライブ等もどんどんそっちの方に、入れていきますので、現在も、ね、もう100本以上ですかね、どんどん、追加していきます。ただ動画更新については、ちょっと不定期になりますが、よろしくお願いいたします。もちろん90円コースの特典についてもついてまいります。続きまして、3つ目神コース、リップコース、こちら神コース用の数字なしツートン仮面1つプレゼント、配信用の部屋にですね、お名前を掲示したいと思います。神、そしてビップと崇めさせていただきます。その他大きいね、特典はないんですけども、ビップ様というのはね、物はいらないんじゃないかという考え抜いた末の私の特典でございます。メンバーシップのこの加入から期間により仮面の色が変わっていきますね、どんどん変わっていくんですけれども、一旦ね、今月はやめたところで一旦やめたとしても、そのメンバーシップの仮面はずっと継続されますので、ぜひね、皆さんもしよければ、入会していただければ本当にこの活動の糧になります。本当によろしくお願いいたします。はい、それではね、スイスジュネーブジェドーからお送りしました。ありがとうございました。